久保さん今回力にしましょうか力あの竹内力さんの力ですね <laughs> 力はい僕はあの南の帝王はねあ,あのジュニアさんもやりましたけどやっぱり南の帝王は竹内力しか収まらないなと僕は思うんですようんあの竹内力さんはあのー、いるんだ主役はいるんだけど子役あの脇役古分は変わるんですよね で古文は結構まあ変わってもいいんだけども、まあ、古文もねまあいい古文もいたあこれハマってるなっていう古文もいるんだけどもだけどやっぱそこは大会が効くんですよでもやっぱ主役の竹内力はね大概聞かれないんですよねあれはね僕はねもう南の帝王は竹内力だからこそなんかあの良かったなっていうのが思いますねでか竹内力しか僕はねあの 多分あはまんなかったんじゃないかなと、まあ、他の人がやったら分かんないですけどねもう南の帝王は竹内力っていうのが僕の中であるので固まっちゃってるからでもね僕はあの物語性と役があと風貌とすごくマッチングしていてあれほどね多分あのレンタル南の帝王はレンタル業界レンタルビデオの業界であの記録をめちゃくちゃ塗り替えたということは偉業を成し遂げたあの多分ビデオだと。 知ってるんですけど、まあ、聞いたことあるんですけど。あれはね。僕はね。すごいと思いますね。うん。そうだから、まああのあそこまで有名。竹内力みたいな有名にはなれないけども、もまあ、少ない人ですけども。少ない人の中では竹内力みたいな存在になれるんじゃないかなと。 久保さんもある一定のね、速下塾の塾生さんからは竹内力みたいな、速下塾は久保さんしかできないと。多分、速下塾を他の人ができないんじゃないかなと思います。ドリームアカデミアも僕で終わらせますし、えー、なんだ、三代目ブラザーズとか全くないですし、僕で終わらせます。まあ、それはそれでいいかなと思いますけどね。うん。はい。ということで、えー、なんや、あ力ですね。うん、力いいですね。<laughs> 竹内力。 いやー、まああれがねもう続かないっていうのはね寂しいですよねうーんあれもっと見たかったですね久保さんね南の帝王シリーズあの100本ぐらい作ってほしかったですね60本ぐらいまあ劇場版も入れるとまあまああると思うんですけどシリーズも60本ちょいだ,だ,だと思うんですけどね100本1000本欲しいですねあれ1000本でも全然見れる1万本でも見れますようんいってらっしゃい